苦手。どんな服にしようかな、今日。撮りました。ピンク。塗ってないけど、今は何も。なんかめっちゃピンク。そう、なんかめっちゃ便利なやつがあって、これセブンイレブンさんで売ってるんですけど、指を入れるだけで取れるの。指入れて回したら便利だね。そうなんです。目指してたのに。サイン間に合うか心配ですが、お仕事頑張ってきますわ。頑張って。応援してます。入れたらネイルできそう。なんか爪長い人もそういうのはありましたけどね。こうピッてしたらつくみたいな。あ、最初に追加よろしく、よろしく。ネイルシールとかあるからさ、もうシール貼るだけで完成するから、はよ、徹夜待機、寝てないってこと。近づいてまいりました。いらっしゃい。でもさ、2回仕事で見れないかも。あら、メッセージ楽しみにしてます。あの、送っていただいてるやつ。ネイル塗ってもらったらでやることなくて暇じゃないですか。
あんまりネイルを塗っていただいたことない。ネイルサロンとか行ったことないし、自分で塗ってる。仕事中にこっそり見る覚悟はできてます。覚悟。サイン結構ギリギリまで変えるんですね。始まって15分だったっけ。今日からまた夏と同じくらいの気温になるらしいから。え、なんで。一向にさ、金木犀に出会えないんですけど。おはよう。金木犀に木製の匂いがなんか嗅げることを楽しみにしてるのに。金木犀も銀木え銀木犀っていうのがあるの。なかった銀木犀。バイトです。はいよ。今年もあと78日。へえ、もう終わるね。まだか。365日中78。うん、まああとイベントがいっぱいあるからね。ハロウィンとかクリスマスとか。まあいいよ。ホッキーの日とか。おお、ホッキーの日だ。ホッキーの日まだ来てないんだ。金木犀美月さんのイメージ。本当ですか。好きなんですよね。うん、確かに。はいよ。わかんない。どうだろう。はいよ。私も一人クリスマスになりそうで泣いてます。あ、でもなんかお話し会もさ、12月って16、17ぐらいで終わるよね今年。はいよ。
あ、18、19か。16、17じゃなかった。ね。そうなんですよ。うん。本当に早くなんか四季を感じたい。どうしました？ありがとうございます。ちょっとなんかエアコンつけて寝ちゃって喉が痛め。気をつけな。秋が短い感じしかしないね。秋好きなのに悲しい。このなんかもうどうしたらいいかわからんお洋服の期間、早く終われって感じ。どうしようかな、今日の洋服。なんか結構昨日みんな黒か白みたいな感じでしたよね。じゃあ化粧風にしてるのかな。はよ、なんかさ、私はさ寝るのがさ早いみたいな、すぐ寝てるって。言われて足が出て、いってらっしゃい、バイト。そう、でも気づいたんですよ、寝ようと思って寝につこうとしたらあんまり寝れないことに気づいて、だから結局寝落ちをすることって幸せなんだって思った。私あんまり寝落ち、そう、朝配信の寝落ちしない、夜配信もでもしてないですよね、あんまり。まあよ、今の話よかったそんなよくないやろ分からんけど、まあよ。そらちゃんも睡眠大臣だったんですか？ちょっと月曜日聞いてなかったけど、いってらっしゃい。10月
月31日は広島のライブにですが、そうしないんですよ。ユミリの生誕ですよね。いないんです。うん、仕事行ってきます。いってらっしゃい。サイン会楽しみ。それじゃ行ってきます。サイン会楽しみに待ってます。決めの会場なのに残念。うんね、そうなんですよ。出たかった。クーカちゃんの舞台見られるといいのに。見たい。確かに。はいよ。三角チョコパイも食べた。まだ昨日から。私もいなくなっちゃったけど応援してます。予告警報は多分そうよね。私は知ってるけど、イオンとか誰がやるか。あれ、メンバー出てますよね。出てない。出てるよね。まあまあまあ、全然私が出てなくても楽しんでください。楽しんでくださいというか楽しめますよ。ブブーブブー。違います。誰でしょう。なんとか出てほしい。無理です。他のお仕事があるので。私も出たかったけど。ね、出たかった。広い会場で。うん、ありがとう。そう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 。コアと一緒じゃない。多分一人この一人の仕事があるの。はいよ。仕事中だと。あらら、まあ、R1 グランプリではないですね。うんうん。1期生もいろんなメンバー出だしたし、出だしで出だしてきた。うん、僕対公演も楽しい。僕対公演出れるのかな。ドラさんって
でも意外と、いやいやいや、やめとこう。はいよ。レインダウンだけでも、だけでも。いいよね、あの歌。もちあれやりたい。ビバハリケーン。新しい声を覚えるとマイナー忘れちゃう？全然。私は意外と覚えてる。今まで何回公演に出たの？わかんない。何回なんだろう。そういえば1期生は公演までってやったことないのね。 AKB さんとかの。そうですよ、みんなやりたいって言ってたけどね。言ってたっていうか言ってるけど、できたことはないですね。おはよう。そう、リセットやりたい。私もリセット公演まぶしい。うん、まぶしい。でも奈々さんのプロデュースの僕恋も好きです。おはよう。恋も楽しい。新曲の中でしょ、カップリングの中で。どれが一番好きだろう。全部好きだな。全部好きです。おはよう。ぜひぜひ見てください。それでは壇上を読みます。13位アモズさん、12位マサジさん、11位オフさん、10位ギルスさん、9位キョンシーさん、8位デブニャンさん、7位長谷川さん、6位チョコミントさん、5位中原さん、4位マモルンさん、3位セリアさん、2位坪井ゆうすけさん、そして1位はトゥルルルンちゃん、花丸さんでした。ありがとうございます。花丸。そして今日のラッキーナンバー22位はトゥルルンジちゃん、チョビさんでした。ありがとうございました。それでは今日はアザージャケットサイン会がございます。待ちしております。それでは今日も一日ファイトラブ、せーの、エディエディオー。そういえばさ、なんかあの、なんて言ったらいいんだろう、無料スタンプってあるじゃないですか、 LINE の。あれの何だったか忘れたけど、なんかで今お寿司屋さんと何かがコラボしててさ、あのありがとろうがあるの知ってます？トロブさんと、トロブさんにおあのそのスタンプを送ってわーってなって、最近よく使ってるんですけど、そう、回転寿司屋さんかな。ぜひ無料スタンプなので
ダウンロードしてみてください。ありがとうスタンプ。はい。それでは、バイバーイ。